政府の決定を踏まえです、ね、このまん延防止重点措置は県が決めるということになっておりますので、えー、それに向けてですね、えー、しっかりとやっていきたい大村知事はきょう開会した愛知県の6月議会で、国が今月20日までで緊急事態宣言を解除し、翌日から来月11日までの21日間、まん延防止措置を適用すれば、これまで規制してきた飲食店での酒類の提供を、時間を制限して認める方針を示しました。 県が重点措置の対象区域に指定した自治体では、飲食店の営業時間は午後8時までで、酒類の提供は午後7時まで、対象外の自治体でも営業時間は午後9時までを求めます。県は人口10万人当たりの感染者数などを見ながら、名古屋市など複数の自治体を対象地域に指定する方針です。